こが花の都ニューデルスタ。失礼お嬢さん。ごめんなさい。小さい頃は母さんと西大陸を回ってたけど、こんなでっかい町あるのか。なんだろうこれ。様の舞台、大陸一の踊り子と同じ時代に生まれて幸せ。いい席が埋まるわ。急ぎましょう。ふむふむ、劇場でスーパースターに会えるのか。私も行ってみようって。でっけー。なんもかんもでけー。村のみんなが見たら腰抜かすべ。あ、ビビってちゃダメ。よし、行くわよ。チケットを拝見します。え？恐れ入りますが、チケットがないと通せません。チケットってなんかかっこいい響き。村じゃ桃で通じたけど文化が違うのね。郷に行ってはなんとか。母さんが言ってたっけ。よし、こうなったらチケットを手に入れるわよ。
チケットを拝見します。これね。はい、どうぞ。ありがとうございます。こちらの半券を持ってご入場ください。わかりました。よし、行くわよ。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。まもなく公演が始まります。お座席でお待ちください。わあ、もう始まっちゃうみたい。急がなくちゃ。その歌声は鈴の音より麗しく、その舞踊は数多の宝玉より美しい。スターという言葉は彼女のために作られた。大陸一の踊り子、その名はドルシネア・ルーセル。あなたへ全てを捧げる。スターになるため私は生まれましたの。私を輝かせるのは他でもないあなたたち。さあ、めくるめく夜をご一緒に。すんげー！こっちの心まで踊っちまうべ。みんなとっても幸せそう。大陸一の踊り子はただもんじゃねえべ。てなあ、みすぼらしい男だ。チケットも持たずこそこそと。チラッと覗こうとしただけだろ。ケチなこと言うなよ。ここはドルシネア様が踊る大陸一の大劇場だぞ。金がないのなら失せろ、貧民の早め。やれやれ、舞台も終わっちまった。スターは空の彼方だな。
あなたへすべてを捧げるか。さすがスーパースター、言うこともでっかいな。いいね、ジョーちゃん、ホットな踊りだ。ホット?ドルシネアは見逃したが、君の踊りで元気が出てきた。ありがとう。私も元気をもらったとこなんです。この街、とっても素敵ですね。夢にあふれてて。なあ、そうだな。俺の名前はギル。裏通りの酒場で店主をやっている。知ってるかい、夢って豆の味がするんだぜ。豆ですか。俺の店では酒だけじゃなく、引き立てのコーヒーも出してるんだ。寄ってかないか。いいもん見れた礼がしたい。お店、お邪魔してもいいんですか。もちろん歓迎だぜ。ようこそ、モントレーンの酒場へ。はあ、豆のいい香り。ま、一杯やれよ。うちの自慢のコーヒーだ。ほろ苦い。それが夢の味ってやつさ。スターになれるやつはほんの一握りだ。その下には夢破れた無数の星屑が転がってる。なんてな。ま、くつろいでってくれ。素敵なピアノ、どなたか弾かれるんですか。天木誘いのモントレーン。ここのマスターは有名なピアニストだったんだ。一線を退いた後、細々とこの酒場をやってた。俺はこの町の生まれでな、楽しみなんてなかった。酒場の外に漏れるピアノの音の他にはな。彼の音を聞くと日常を忘れ甘い気分になれた。最高にホットな音だった。俺は酒場に通い詰めた。モントレーンがピアノを教えてくれてな。この人の音みたいに誰かを喜ばせたい、そんな一心で俺は練習した。客に笑われたり時に罵られたりもしたが、それでも弾き続けた。気づいたら俺もいい年になってた。客は誰も俺の音に見向きもしないままで、憧れの人はじいさんになっていっちまった。で、ようやく気づいた。才能がないってな。その後、ここを継いで酒なんか出してる。昔話より酒をくれよ、ギル。やれやれ、またつけか。いい加減払えよな。
ギルさん。私、聞いてみたいです。ギルさんのピアノ。あいにくだが、もうやめたんだ。ああ、やめとけやめとけ。夢なんか見るもんじゃねえ。傷つくだけさ。ギルさん、ここで踊っていいですか？ジョーちゃん。なんでかな。そうしたいって思うの。歓迎だ。ぜひやってくれ。ありがとう。さて、そうと決まればお客さんを集めてこなくっちゃ。集めてくるから一緒に盛り上げようね。おいおい、張り切りすぎんなよ。俺がさばききれなくなっちまう。客を連れてきたら俺に声をかけてくれ。ギルさんに言えばいいのね。それじゃ行ってきます。にぎやかになりそうだ。早速連れてきたな。その調子で頼むぜ。はい、よろしくね、ギルさん。行きましょう。また来たな。いらっしゃい。奥に入ってくれ。よし、まだまだ行くわよ。だいぶ客が集まったな。まだ客を集めてくるのか。じゃあ会場もあったまってきたことだし、本日の公演始めるとするか。いいぞお嬢ちゃん。生かす踊りだったぜ。皆さん、ありがとう。やっぱり、ジョーちゃんの踊りはホットだ。ほんと言うとな、こいつらにも見せてやりたかった。ねえ、ギルさん、しばらくここで踊らせてもらえない？願ってもないことだ。ろくに金も出せねえが。じゃあ決まりね。よし、まだまだ踊るわよ。
聞いたか、ギルの店に踊り子が入ったって。なんでも見ると元気になれるんだとよ。ちょっと行ってみるか。おはようございます。元気出たか。ああ、ちっとな。おはようございます。みんな早いね。なに、早く起きちまってな。しまった。どうしたの、ギルさん。ここんところ忙しくてよ、食材の補充を忘れちまってた。それなら私買ってくるよ。ギルさんは開店の準備お願いね。悪いな、嬢ちゃん。頼んだぜ。邪魔だ、どけ。ああ、ごめんなさい。なんだろう、ギルさんのお客さんかな。ちょっと気になるけど、先に用事を済ませてこなくちゃ。お、なんだ嬢ちゃん、忘れ物か。繁盛しているようだな。あんた、大劇場の。こんなバスへの店に大劇場の支配人が何の御用で。ふん、身の程を教えてやろうと思ってんな。焼きたてパンに香辛料もろもろ。うん、頼まれたものは揃ってるわね。ん？あれってさっきのお客さん？どうかお恵みを。みすぼらしい。これだから貧民どもは。ふん、早め。臭くてかなわんぞ。大丈夫ですか。うん、もう一匹か。叩いてもキリがないな。さっさと大劇場に戻るぞ。乱暴なの？次に見かけたら文句言ってやるべ。ギルさん、その顔、どうしたの？ああ、これか？転んじまってな。嘘、ギルさん、誰がこんなこと。大劇場の支配人だよ。それって、さっきの。どうして。この酒場がお盛んなのが気に食わんらしい。また演奏すりゃ今度は店を潰すときた。何それ。楽しみを見つけてもすぐ消えちま
慣れっこだろ。やっぱ見るもんじゃないか、夢なんて。ギルさん、ジョーちゃんが来て少し期待しちまったんだ。ここのみんなが元気になるって、昔見た夢と同じさ。俺はそのために鍵盤叩いて曲書いて、結局叶える力はなかったけどな。ま、星屑は星屑らしくさ。夢を見ちゃいけないなんて言わないで。大劇場の支配人だっけか。人の夢を踏みにじるなんて絶対に許せない。大劇場に行って一言文句言ってくるべ。アグネアちゃん。ジョーちゃん。お客様、お待ちください。本日は公演はございませんが。支配人さんはどこだべ。え、失礼ですが、どちら様で。あれは見つけたわよ。ちょっとお客様、勝手に入られては困ります。